オジンです。今回ですけども、前回、久しぶりね、女遊びということで、試合してきました。で、ちょっとね、腰を痛めてしまったんですけどもね、ちょっとね、昨日行ってきたんで、今回はね、ちょっと連続で行ってみたいと思います。はい、というわけで、ルーレットをスタートしたいと思います。ちょっとね、腰がね、シップ張って寝てだいぶ良くなったんですけど、うん。まあ、ハードなね、スポーツはね、ちょっと厳しいので、ここの、個人的にはマットがいいかな、みたいなね、感じで行きたいと思います。では、行きます。マッチ！女優！こんな時に。マジかー。嬉しいけどね、ちょっとね、腰がね、昨日やってしまいましたからね。女優っすか。まあ、ね、行ってみたかったんでね。まあ、これはね、もうルーレット出たらね、行くしかないんでね。もう逃げられませんからね。ちょっとね、女優のね、お店をね、見ていきたいと思います。おー。昇進。おー。じゃあね、ちょっとね、お店に電話したいと思います。手で完了です。さ、本日の試合ですね。初めての、経験となります。プロですね。女優さんです。はい。試合に行きたいと思います。試合！ということでね。はい。試合終了でございます。まずね、初めての今回お店だったんですけど、まあ、外観、明るくて、うん。それで、受付はね、ちょっと狭いんですけど、普通に受付してお金前払いですよね。で、待ち合わせ行ったんですけど、待ち合わせはね、すごく、広くて、うん。で、いい感じでしたね。うん。まあちょっとね、うん、暗い感じだったんですけど、まあ別にいいとして広かったんで、ね、ゆったりね、できたんで。で、そのね、いざ、女優さん。いや、身長はね、やっぱね、160半ばぐらいだったんですよね。で、まあ、ボンキュッポンで、もうスタイル良くて、とにかくめちゃくちゃね、肌が綺麗でした。うわーと思って、あーはいつって、ちょっとね、一気にね、テンション上がって、うわー、マジかーで、まあその方ね、本当に、有名なところに、所属してるんでしょうね、あれね。ね、所属してて、DVD も出てるっていう方だったんで、まあ本当のプロですよ、言うたら。プロ。うわ、で、お前で言ったら、プロ、今日はよろしくお願いしますって言ったら向こうはね、ちょっとにかおって笑って、まあすごいね、もういい感じの方だったんで、で、普通に行って、で、まあ軽くね、トークするわけですよ、プレイの前に、試合前にね、うん、してて。そしたらね、趣味がね、プライベートの趣味がね、私とね、一致したんで、それで、ね、ちょっとね、話盛り上がって、ね、楽しいなと思って、じゃああれですねって、もうちょっと時間空いちゃ、あれなんで、早速試合始めましょうか、ということでやってもらったんですけど、プロは全然違う！半端ねーマジでやばいと思って、あ、これや、速攻これ終わるんちゃうかなって、速攻ね、時間内、ちょっとね、今回、多く取ったんですよ、尺を。うん。なんですけど、これ、ワンチャン2回戦行くかなっていう感じだったんですよね。ぶっちゃけね。うん。で、言ったんですよ。プロに。うん。ちょっとね、実は昨日久しぶりに、行って、ちょっと腰を痛めてしまいましたと。もうおじんですと。もう、まあ、その辺はもう正直に言った方がいいじゃないですか。なので、向こうも、あ、そうですかって、全然大丈夫ですよって言って、馬乗りが半端なかったっすね。俺は初めてかもしんない。あんな馬乗り食らったの。うん。すげえ、思わず、うおーって言っちゃったもんね。すげえと思って、やばーと思って、うおーと思って。で、終わったんですよ。
で、終わった後にちょっと時間あって、いろいろね、そういったまたプライベート話してて、うわ、すげえと思って。ただね、女優さんに言われたのは、おっきいですねって、まあ私のロットのこと言われたんですけど、結構ね、私事なんですけど、言われるんですよね。昔若い頃に行ってた時も、その女性なんかにも、おっきいですね、おっきいですねって結構な頻度で言われるんですよ。で、私ね、正直わかんないしね、他の、ね、男性のね、ロットは興味ないし、うん、だからわかんないけど、で、聞いたのよ、プロに。今回ね、思い切って。え、すいません、と、プロと、私のロットは、あれですかって。業界で通用しますかって言ったから、全然通用するって言われちゃった。あははははは、え、マジっすかつって。え、通用するんですかって言うから、こんだけ大きければ全然通用しますよって。マジっすかつって。ちょっとね、びっくりしましたね。あら、そんな、名刀持ってるんですか私はという感じだったんですけどね。とにかく、あと、明るくて、何今話してて楽しかったっすね。うん。だから、その時間のうち、まあ、普通のプレイしたのは、まあ、そうっすね。割合的には、どれぐらいだろう？うん。結構、6はね、基本プライベートなその、話で盛り上がって、うん、いたんで、6、4ぐらいですかね。でも、とにかく、トークも楽しかったし、まあ、プレイはもう本当にプロですから、もう本当に身を委ねるという感じだったんですよね。だから、すっごいなと思って、本当にいい経験ですね、これは。うん。ただね、まあ、昨日今日ってレンチャーだったんで、私もね、ちょっとね、腰、もうね、痛めるとね、本業仕事に支障きたしますし、あれなんで、やっぱりね、この、女遊びはね、やっぱり、うん、たまにね、行く分がいいなと思って、自分はね、かなり久しぶりだったんで、あれだったんですけど、うん、でもね、お店選びで失敗しなければね、やっぱ楽しみますよね。うん。で、今日の勝敗ですけど、まあ、ダントツでプロですね。プロのテクニックにはもう、びっくりしました。うおーって、俺初めてですもん。声あんなに上げたの。うわ、マジっすか、すげえって。もう子供になってるような感じだったもんね。気分的に。すげえと思って。うん。だからもうすごいね、今日はね、トークも楽しかったし、ね、試合も楽しかったし、両方楽しめたって感じですね。で、点数は、まあ、100点満点中ね、もう完璧なのにもう100点オーバーですね。1000点ぐらいですかね、もう。うん、今までで一番良かったっすかね。若い時から行って、昨日もそうだったんですけど、久しぶりに行ってって感じだったんですけど、一番良かったね、プレイは。うん。やっぱり気さくな感じのね、喋って楽しいもんね。こっちだってさ、別に、まあ、向こうまで客って割り切ってやるわけだけど、やっぱある程度ね、話し続かなかったらね、面白くないじゃないですか。そうなんで、今日はね、行って、すごい良かったと思いますね。で、ぶっちゃけた話、もう一回ね、次、もう一回女優さん、ね、ルーレット当たった時も、今回ね、人ね、指名したいなと思います。そういう感じですね。はい、オブリガード。